ハイブランド化を目指す新型 SUV。中国の新興自動車メーカー。シャオペンは運転支援システムの開発に注力している。空を飛ぶ車にも意欲的で、ドバイでは初飛行に成功した。欧州にも進出を始めており、徐々に販売エリアは拡大中。バッテリー EV、BEV への変革期に存在感を増しつつある。 今回試乗した G9 は、そんなシャオペンの最新モデル。全長4 8 9 1ト、mm、ル全幅1 9 3 7ト、mm、ルの大型 SUV で、ライバルとしては BMWQ やテスラモデル X などが合致する。2023年前半には、欧州市場の一部で販売が始まる。コンパクトクロスオーバーの G3i と、 大型サルーンの P7 というモデルラインナップを強化することになるだろう。この P7 は同社のベストセラーモデルで、新しい G9 はプラットフォームを共有している。当初からグローバルモデルとして開発されており、従来のモデル以上に高級に仕立てられているのが特徴。シャオペンは多くの中国メーカーと同様にハイブランド化を目指している。 アウディ、BMW、メルセデスベンツのドイツ5三家にごするべく。スタイリングはなかなかハンサム。木をてらった処理もない。スムーズでシンプルな面構成を持ち、フォルムはボクシー。ホイールベースはサルーンの P7 と同値で約 3M ある。2本のルーフレールには、先端に 5G 通信用のアンテナが埋め込まれている。 インテリアはソフト加工されたプラスティックが。ふんだんに用いられ、P7 と比較して明らかに高級。製造品質も高く、標準装備にも驚かされる。ゆとりのある車内空間に充実の装備。全席にはマッサージ機能を内蔵。試乗車は上級のマックスグレードで、後席にも追加されていた。 助手席の正面にはエンターテインメント用モニターが据えられる。運転の邪魔にならないよう、ガラス面には斜めから見えにくい加工が施される。センターコンソールの前面には、スマートフォンのワイヤレス充電機能が備わる。肘掛け部分の小物入れの蓋は両側から開き、中にはフレグランスディスペンサーが仕込まれていた。 このフレグランス機能はフロントシート内の送風口とスピーカーに連動している。ドルビーアトモスと呼ばれるサラウンドシステムに。対応したメディアを再生すると香りで臨場感をアシストする。映画の 5D 体験を移動中でも楽しめる。シートに内蔵されたスピーカーから響く重低音には少し違和感があったものの。 助手席側には展開式のフットレストも装備される。フラットにリクライニングすれば走るプライベートシアターの完成だ。後席側も電動で角度調整でき、背もたれは60コロン40に分割して倒せる。試乗車にはオプションのエアベッドも搭載されていた。シートレイアウトは2名、3名の2列。乗員空間も2室空間も かなりのゆとりがある。パノラミックガラスルーフが開放的な雰囲気を生み出すが、開閉はしない。センターモニターで表示されるナビゲーションは、自社の位置がステアリングホイールで隠れて確認しにくかった。メーター用モニターへ表示させることもできない。コンフォートという表現がハマる走り心地。さて、G9 を発進させてみよう。 試乗車のボディはエアサスペンションが支えており、乗り心地は至って快適。ドライビング体験の全体でも、コンフォートという表現はぴったり当てはまる。試乗車の G9650 という仕様では、前後に駆動用モーターが乗り。で、時速 100km 加速は3.9秒とシャオペンの量産モデルでは最速。とはいえ、 一部の高性能 BEV ほどの鋭さはない。低グレードの G9 ではフロントモーターが省かれ、後輪駆動となる。ステアリングホイールの感触は淡白で軽く回せる。回生ブレーキの効きはワンペダルドライブが。可能なほどではないものの、かなり強く扱いやすい。シャオペンの他のモデルと同様に、 G9 も無線で車載ソフトウェアがアップデートされる。試乗した限り、いくつかの不具合が残っていたようだから。必要なシステムとも言える。特にオートハイビームはうまく機能していなかった。G9 の最大の売りと言えるのが、ライダーというレーザー光センサーを用いた運転支援システム。実用化されれば、中国国内の都市部と、 高速道路で自立運転が可能になる予定。欧州市場で売られる車がどうなるのかは分かっていない。また G9 は電圧 800V という高性能な電動アーキテクチャを採用している。急速充電能力は 480kW まで対応し、最速なら5分で 200km 分の電気を蓄えられる計算になる。 実際の電費効率にもよるけれど、求められる能力や品質の条件を満たす。欧州へ上陸することになる、シャオペン G9。BEV の大型 SUV として、求められる能力や、品質といった条件を満たしていると感じた。つまり既存の自動車メーカーが、ますます厳しい競争に巻き込まれることを意味している。 自立運転を含めて、試乗車はすべての機能が万全に動く状態ではなかった。最終的な評価を下せる完成度ではなかったものの、G9 が身につけるであろう可能性は小さくない。シャオペン G9650MAX 中国仕様のスペック。中国価格419,900元、約797万円。 全長4891ミ、mm、リメートル全幅1937ミ、mm、リメートル全高1680ミ、mm、リメートル最高速度時速199キロメートル0時速100キロメートル加速3.9秒航続距離650キロメートル CLTC 値電費6.6キロメートルキロワット CLTC 値 CO2 排出量車両重量 2355kg パワートレインツイン非同期モーター駆動用バッテリー 98kWh 最高出力 238PS フロント 312PS リア最大トルク 29.2kgM フロント 43.7kgm エムリアギアボックスシングルスピードリダクション